髪が短い。切りました。イエー、似合う似合う。やっぱその長さが一番しっくりだね。この長さが好きなんですよ。やっぱりね、どうしてもね、首がさ見える。うん、やっぱ伸ばせないね、しーちゃん、ね、もう頑張って伸ばしてたんだけど、切っちゃいました。リミはもう切らないの、髪ずっとこの伸ばしていくの？そういうわけでもないけど、とりあえず今の長さでいい感じ。ちょっと高いやつ。今日はですね、金曜日なんですよね。そうなんです。今日は久しぶりに女3人なんです。女子会です。なんか女子会の方がね、2人がね、よく喋る。そんなことないもん。そんなことないかな。そんなことない。いただきます。今日はしほちゃんがね、美容院にね、夕方行ったので、そのままスシローに来ちゃいました。はい、うま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 。ピントロプリンマフェ。あ、プリンパフェ来た。うん、これは、うん、頼んでない。うん、全員食べる今日。あ、これね、このアンミカさん出てる。そう、分かんないかもしれないけど。美味しいんだけど。どうした？美味しい？美味しいよね。リミちゃんずっとお寿司って言ってたもんね。お寿司食べたいって、うん、いつ言ってたっけ。週末言ってたっけ。言ってたよね。そう、リミ週末土日からね、お寿司が食べたいってずっと言ってて。よかったね。じゃあ、え、びっくりドンキーの時も。そう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 。でも、うん、あの一回行ってたじゃん、平日に、うん、だから行ったね。そう、もう行ったからね、違うのにしようってなって。あとスイートパラダイス行ったから、さすがにね、連チャンでそんな行けないじゃん。確かに。うん、マジで美味しそうね。今日マジで食べていい？どうぞどうぞ。あ、これかな。美味しそう。あ、そう、これこれこれね、これ食べるでしょ、今日食べます。リミも食べたの？アミガさんのね。お、バサシネギトロ来た。フグプチって、すごい。あ、そう、今ね、フグのね、キャンペーンじゃないの多分。そう、うん、ほら、スシロー史上初フグ尽くし。本当だ。そう、フグやってるんだよ今。ありがとう、来ました。ありがとう。ちょっと高いやつ。そうそうそう、ちょっと高いやつね、これね、馬刺しのやつ。馬刺し美味しかったんだよ、この前食べた。ねえ、しーちゃんお気に入りだよね、うん、これが美味しいんでしょ。美味しいの、これが。どうですか、美味しいですか。美味しいですか。うまっ、うまっ、うん。リミちゃんも高級なんだっけ、キングサーモンに手が来ましたね。え、待って、どうしたの。あ、リミ食べていいよ。なんで寸止め。もうね、お皿が一緒なの、全く。本当だ、食べてるものは違う。3皿目までも一緒で、4皿目も一緒。そうそう、すごい、ね、この値段のね、そうそうそう、色が仲良しじゃん。最近今日姉妹仲良しなんじゃないの？喧嘩しないんじゃないの？え、これほどでも。リミしない？喋ってない。あ、喋ってないの？喧嘩以前に喋ってないっていう？いや、違うんだよ。何？ゲームは全然喋んない。ああ。携帯とか見てさ、喋る前は。だから私も全然喋ることないから喋らない。学校でも会わないの？会ってもスルーだよね。あ、そうなの。お互いも今は学校で会っても素通りみたいな。素通り、本当に他人事。他人事。言い方よ。そうなんだ。エコとか振ってほしいの？今のでいいよね。もう学校生活さ少ないんだから。
さ、手とか振ってあげたらいいじゃん、姉として。あ、ミミーとかやってほしい。ミミー、ヤッホーみたいな、やってほしいよ。いいんだよ、リミス側に言って。最後はほうぐらいしてほしいよね。ほら、姉、妹の素直な気持ちが出たよ、お姉さん。残りの学校生活、優しくしてあげて。ミミーやるよ。もう一回もう一回、はい、ミミーやるよ。さあリミどうすんの、返事は。うんで終わり。やり返さないのこうやって。しーちゃん、やだ、無理。無理だって、無理だって。でもやってほしいんだって、この妹のさ、心を分かってあげて。この気温さ、お姉ちゃんに手を振られたいんだよ。そういうこと。お姉ちゃん、お姉ちゃん私のこと大好きなんだなってこう思いたいわけよ。そう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 。リミ、でリミはどうすんの。リミは手振られたらどうすんの。どうすんの。振るんじゃん、やだ。リミ、ここで、そう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 、この流れだったらね、運の方が面白かった。いやいや、別に笑い取ってないからさ。話題を求めちゃった。素直に行こうよ。はいはい。ミートボール軍艦。すごい発音。もうはミートボール軍艦。そうそう、お弁当にしかミートボール出てこない。え、普通そうじゃない？家のご飯でミートボールみんな出てくる。タレご飯食べる？タレご飯。わあ、美味しそう。タレご飯。うわ。ねえ、うざいと思ってるよきっと。うん、なんだことかな。うざいと思われてるよ。あと今食べるものないっす。これは？あ、これリン。あ、これ私か。お姉さんが食べてあげるんでしょ、優しいお姉さんが。私好き、私がね。リンちゃんはイクラ尽くしを食べたい。あれ、イクラ尽くしだっけ？なんか包みイクラみたいな。あ、包みイクラみたいなやつね。これさ、キュウリにさ、醤油垂らすのがいいでしょ。うん、あ、そう、テレビでやってたよね。で、垂れて、イクラのとこに行くみたいな。うん、垂らします。3滴ぐらいがちょうどいいから。うん、なんでキュウリのところに垂らすといいの。なんかテレビでやってた。いただきます。はい。おいしい。久々、ひっちゃんあんまイクラ食べないもんね。うん、すごい久々。え、イクラじゃん。イクラ美味しい。あ、来た来た、リミちゃんの本命が来たよ。まもなくご注文いただきました商品が、上イクラ包みか、名前。うん、うん、母、うん、来た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 。おお、これです。これこのね、イクラがこんもり乗ってるやつ、これをリミちゃん食べた。そう、イクラ食べたいって言ってたもんね。え、美味しそうだね。美味しそう、美味しそう。まあそうだよね、そのまま食べるのね。今日物流しじゃん、受けるね。え、なんかこのお皿の並びが全く一緒です。また合わせてないよね。合わせてない。すごいじゃん、今日仲良し殺しじゃん。ねえねえ、何食べようか。ゆっくり仲良しだね、今日は。ねえ、ね、もし何食べようかな。大丈夫。どうしたの、元気になった。ご飯食べて。おいしい。おいしいね、リム。みなぎりは寿司大好きだもんね。ねえ、何食べよう。迷ってんの。なんかあんまいいのが見当たらない。そうなの。あんまいいのが見当たらない。まあとりあえずじゃあ甘いの食べてから考えたら。そうなんだ、ね、うん、走るわ。うん、それで開けます。うー、おいしそう。こういう感じいいな。チキン、もっとこっち。あ、もっとこっちです。食べちゃう。兄ちゃんダメじゃん。こんな感じですね。あ、美味しそう。美味しそうだね。いただきます。僕も食べない
うるさいんだけど、ちょっと黙ってくれるかな。することがないんで。そう、することがないね、この2人。だからママのね、食べるものにちょっかい出してくるの。来ないね、あの、なんだっけ、パフェ。パフェやっぱ今作ってるからね。もうちょっとかかる。丁寧にやってくれるんですよ。そうそうそう。丁寧に。もうちょっと待ちましょうね。煮込んだスープ。ナイス。マジナイス。ありがたく幸せ。来たよ来たよ。来た来た来た。あ、なんか1個取れてる。優しい、りみちゃん。りみちゃん優しい。落ちてる方。マジ可愛いんだけど。こんな感じです。なんかね、こんな感じ。おー、美味しそう美味しそう。マダガスカルのチョコってなんかええやん。こんな感じです。いっぱいアンミカさんです、うん、ありがとう。いただきます。はい。もうチョコプリン美味しそうだよ、ね、これ上はプリンなの。プリン、チョコプリンだ。美味しい。マダガスカルってこれ かマダガスカルの味した、うん、嘘つけ。マダガスカルの味したよ。で、この緑のやつ何どう。チョコ美味しい、うん。チョコプリン、チョコプリン、え、うまっ。え、この緑のさ、クリームは何だろうね。抹茶、うん、チョコが強くて分かんないけど、抹茶かな。うん、濃いけどね。うん、うまっ。あ、抹茶だ。うん、リミ、抹茶大丈夫、食べたですか。でも、クリーム食べてもらうのね、あれだね、難しくない。確かに。ちょっと食べてみる。普通にアイス入ってる。いける？オッケー。普通にチョコアイス入ってる。チョコアイスだって、スター。いいね。この人赤いけど。うん、赤いのは何だろう。何これ。赤いの何だった？いちごではないか、ラズベリーソースみたいな。的な感じだ。うまっ。うまっ。休憩でこれですからね、翔ちゃんが。この先なんか食べるんでしょ、うん、それは秘密よ。翔ちゃんね、外食来るとめっちゃ食べっからね。練り巻きだ。ご注文いただきました商品。出汁巻き頼んだのか。かわいい。かわいい。出汁巻き来ました。100円でございます。こんなに美味しいんだろう。こんなにもの、こんな美味しいものを食べれると私は幸せだね。幸せだね、本当。お寿司屋で食べれることが幸せです。幸せだよね、うん、もうね、ここね、まあ、私たち田舎に住んでるんで、案外この車からここに来るまでに接触者ゼロだよね。マジ空いてるっていう言い方もあれだけど、人と交わらないで来てます、はい、ね、まあそんなもんですよね、平日だし、まあ、うちらは外食するときは必ず空いてる時間にしか行かない。だよね、うん、3時とか一番空いてる時間帯にいつも行ってます。そうなんですよ。だから結構人がほんと少ない。今日もさ、受付も、うん、あの店員さんじゃなくて、うん、自分たちで打ってやって。そう今ね、みんなそうなんだ。セルフレジで。そう本当に人そうだから、受付も店員さんと交わってないし、うん、帰りも生産も自動生産機だからね、うん、安心安全。ちょっとさ、日本のさ、うん、いらっしゃいませっていう文化がさ、うん、なくなっちゃって悲しいよね。確かに、まあ、そういうのもなくなりつつあるんだろうね、うん、この先。そういうデメリットもあるけど、うん、コロナ禍もあって、うん、メリットもあるよね。そうなんね、うん、なんでこんな話になってんだ。そこはちょっと考えないといけない。この先これはちょっと考えないといけない。そうなんだ。日本文化がどんどんね、失われつつあるっていうね。そうなんだ、うん。いや、まあ、デジタル化がね、進むからしょうがないですよ、うん、この先。しおちゃんが大人になる頃なんてどんな社会になってんだろうね。ロボットがさ、もうロボットとかいるんじゃん、やっぱり。いらっしゃいませ。
うん、コンビニとかももう無人とかになってそうだしね。もう無人じゃない？そうだね、もう無人のところもあるぐらいだっけ、うん、だからもう本当もうおじいちゃんおばあちゃんになったらついていけないかもしれないママとか。だからしーちゃんにあれ帰ってきてとか頼むかもしれない。うざちょっとうざとか言ってるねえ。聞いた？じゃりみちゃんに頼むね。あ優しい、りみちゃんは優しいから、ママが買ってきてって言ったらきっと買ってきてくれる。しーちゃん貧乏。しーちゃん貧乏しーちゃん貧乏なの？りみはりみはね、堅実家っていうの、お金貯まる人だからね、うん、無駄遣いしない子。こっちはあればあるだけ、何買おうかなって考えるタイプ絶対お金貯まらない子。たまんないの。妹に貧乏とか言われないように頑張んなよもう言われてます今さっき言われました